岐阜聖徳学園大学は、岐阜県岐阜市柳津町、高倉西一の一日本部を置く日本の私立大学である。1972年に設置された。大学の略称は、聖徳、寄生大。聖徳学園岐阜教育大学として1972年に設置され、学校法人、聖徳学園が運営している。岐阜キャンパスと橋間キャンパスの二つのキャンパスと、 教育学部、外国語学部、経済情報学部、看護学部の四学部四学科、国際文化研究科、経済情報研究科の二研究科を持つ。なお、千葉県にある、聖徳大学と名称が近似しているが、無関係である。大学の見学の精神は、イカズタメソンを象徴として掲げ、平等、寛容、利他の大乗仏教の精神を体得する人格の、 形成を目指している。イカズタメタカとは、自己中心的で七心を離れた、柔らかな心のこと、平等とは、皆かけがえのない尊い命を持つことに気づくこと、寛容とは、あらゆる命の個性を受け入れ共感すること、利他とは、あらゆる命に奉仕することであり、それぞれが人間として目指すべき精神と歌っている。岐阜聖徳学園大学は、西本願寺系で、 流国総合学園に加盟している。仏教校という性格上、権行や花祭り、仏古者追悼法要や法音校などの宗教行事を実施している。中でも、全新入生と新規採用の教員が参加し、毎年4月に行われる西本願寺参拝は、岐阜所得学園大学の特徴を示す行事である。また、設立以来一貫して、 教育系の大学として、教員要請に携わってきたノウハウを活かした、教育や、学部一年次からのキャリアサポートが特徴である。学部大学院短期大学部はしキャンパス、岐阜キャンパス国内大学、大学概要大学概要、岐阜聖徳学園大学、岐阜聖徳学園大学短期大学部。www.shotoku.ac.jp 2020年5月11日閲覧。ABC、見学の精神大学がう岐阜聖徳学園大学、岐阜聖徳学園大学短期大学部。www.shotoku.ac.jp。2020年5月11日閲覧。加盟校一覧流国総合学園浄土、新州本願寺派教育機関の学校グループ。 www.rsg1995.jp2020 年5月11日閲覧イベント学生生活岐阜消徳学園大学岐阜消徳学園大学短期大学部 www.shotoku.ac.jp2020 年5月11日閲覧 平成30年度入学報告本山参拝を行いました。学生生活岐阜聖徳学園大学、岐阜聖徳学園大学短期大学部。www.shotoku.ac.jp2020 年5月11日閲覧。放送大学平成28年度単位互換案内。ありがとうございます。